はいじゃあ始まりままりしたのダラダララジオ第69回でございますで今回はね、卒業記念動画についてというテーマで、テーマというか、まあ、告知ですね、お知らせ、お願いかなをね、ちょっとさせていただきます。で、えっと、まあ下にいろいろ書いてありますけど、この卒業記念動画っていう言葉を初耳、まあ初めて聞いた方も多いと思うんですよ。もちろん、あああれかって思いの方もいらっしゃると思うんですけど、えー、去年、 初めてね、卒業記念動画、まあ、卒業生を対象としたある動画、みんなからね、こうコメントというかメッセージをいただいて、それを2つの動画に、ね、1つにしようと思ったけど、2つになっちゃったんで、2つの動画にして、えっと、アップさせてもらったんです。で、まあ、それを今年もやります。で、それにね、あの、もしよかったら参加してもらえたらなと思って、まあ、この時期、まだ早いんですけど、まあ、もちろんね、この時期に、 えっと告知している意図があるんです。もうそれも話します。後ほど。ね。でもその辺も踏まえて、ちょっとね、告知する。告知者にお願いをね、そう言わせていただけたらと思うんですけど。で、まず、その卒業記念動画を初めて聞いた人とか、あ、聞いたことあるけどなんだっけなみたいな、ね、思う人もいると思うので、えっと、この動画、えっと、まずパソコンで見てる方は、この画面、今、再生画面の下にもっと見るかな、そこ押さないと多分出てこないかな、押して、 でえー、去年の卒業記念動画みたいなリンクを貼っておきますので2つあるからね2つリンク貼っておくのでそこをポチって押してもらえると去年の作品というかそれが、ね、出てきますのでもしよかったら見てみてくださいちょっとお時間ある時で構わないのででスマホで見て今ね聞いていただいてる方に関しては、えー、この動画のタイトルかなそれをポチって押すと同じようにこうなんかページが出てくるのでそこから飛んでもらえたらと思うんですけど まあ100番一見にしかずなので、まあそういうのを取ろうと思ってます。ここね、見ていただいてるっていう前提に喋りますけど、そういうのをね、今年もやろうと思ってます。で、去年はね、テーマ3つ設定したんですよ。で、今年も3つなんですが、2つは去年と同じです。1個ちょっとで変えさせていただきました。まずそのテーマ言おうか。で、まず1つ目が、後輩の声のエール、まあ、またはアドバイスですね。 で、さっきも言ったように、これ、卒業記念動画なので、卒業を迎える、まあ、中3、まあ、小6、あと高3、まあ、大学4年生とか、ね、あとはもちろん社会人で、その看護学校とかなんかの学校を卒業する方はもちろん構わないですけど、あのそういった卒業をされる方が対象になってるんですけど、その受験とか、ね、まあ、受験終わったことが多いんで、そのまだ終わってないよ、そのこれをアップするとき、これ3月の末とか4月の頭、春休み中、その時期にアップするので、その子には終わってるじゃないですか。 で、翌年、まあ、中学校2年生とか高校2年生とかね、翌年受験生になる後輩の子たちへアドバイスとかね、まあ、こういう風に頑張ってねみたいなエールね、その応援メッセージみたいなのを、ね、書いてもらえたらと思ってます。それをね、集めようと思って1個目がね。で、2つ目が、身近な人へのありがとうです。で、去年ね、3つそのテーマを設定させてもらった中で、これが一番集まりました。これすごく多かったんです。去年もらったのがね。 なので今年もやらせてもらおうと思うんですけど、あとね、個人的に俺が好きなの。これ、そう、これ読む,読むのが好きだったから。で、やろうと思ってるんですけど、これは、みんながね、えっ、ー、と、みんなの周りに、まあもちろん家族、お父さんお母さん含めた家族、兄弟、あとは、まあ先生でもいいし、友達、あとは彼氏、彼女とかでもいいし、もちろんそれ以外の方でも構わない。みんなが、ありがとうを。 伝えたい人誰に伝えたいのかそしてどんなことを伝えたいのかっていうのを送ってもらえたらと思いますこれも去年の動画にあるのでちょっとイメージ湧かないことはねあのそれを見てもらえたらと思うんですけどで3つ目これが新しいテーマなんですが、えー、これに関しては実は去年もねちょっとやりたかったんですこれけれどまあ集まらないかなと思ってボツにしたんですねで今年ももしちょっとねこのテーマは厳しいと思うんで集まらなかったらボツテーマになってしまうんですけど ちょっと1個2個じゃ動画的にちょっと寂しくなってしまうので,で何かっていうとそのお父さんお母さんからのメッセージこれはですねで受験生をお持ちのお父さんお母さん限定ではないですこれだけはちょっとねあの卒業生じゃないや受験生その卒業を迎える方の親御さん限定ではなしにしようと思ってるんですけど純粋にお子さんをお持ちの保護者の方から自分のお子さんまあねその子供息子娘へのメッセージどういうメッセージでも構いません えー、なかなかねこう思春期になるとそういうのも言えないと思うのでと手紙を書くっていうのもこっぱつかしいっていうのあると思うんですねなのであのもちろんこれ動画は本名は載せませんもちろん希望されればあでも載せないな声ね載せないと思うんですけどえっ、ー、と普段言えないその思いっていうのをまあ誰かっていうのは特定できないっていうのもありますのでこの機会にもしよかったらこう書いてちょっと集めさせてもらえたらなと思っておりますあのー 実はですねちょっとこれ、まあまあ、一回先話しうかななんでこれやろうと思ったかっていうとこれね身近な人へのありがとうの逆パターンなんですねでやっぱ去年身近な人へのありがとうって先生へのありがとうとか、えっと、彼氏くんへのありがとうとか友達へのありがとういっぱいあったんですけどやっぱ一番多いのはお父さんお母さんへのありがとうが圧倒的に多かったんですそのやっぱ去年中学校3年生の子がすごい多かったんですけどの応募ね頂いた中で,で多かったので,でその逆も やりたいいなと思っていてもちろん特定ができないからその自分のお父さんお母さん誰が書いたかなんて分からないですけどでも保護者自分の親じゃなかったとしても保護者の人たちはこういうふうに思ってくれてるんだっていうのを中学生、まあ、小学生高校生いいですけどに伝えるっていう。 ことってすごく大事だと思っていてでこれは自分が塾講師時代からすごい実践してたことなんですねだってここでは長くなるので話さないですけど実践して実際に効果がすごいあったと思っていることなのでもしよかったらあのすごいねお忙しい中恐縮なんですけどもあのメッセージというかを送ってもらえたらなと思っておりますはい なので今年は一応この3つのテーマで後からもしかしたら追加するかもしれないです。まだね2ヶ月以上あるのでわからないんですけども一応この3つのテーマでやろうと思ってますのでご協力よろしくお願いいたします。で、えっ、ー、と応募方法とちょっとしょしょ注意かなをちょっと口で伝えさせてもらうんですけどまず あと、えっ、ー、と、宛先はいつも使ってる。そこ載ってますね。私の Yahoo アドレスの方に送ってください。あの、ここの動画のコメント欄とか、Twitter でいただいたものは、えっ、ー、と、申し訳ないですが、対象外とさせていただきます。あの、管理がちょっとしにくくなってしまうので、その Yahoo アドレスに送ってもらったもののみ、えっ、ー、と、対象になりますので、よろしくお願いします。で、書いていただきたい内容は、まず都道府県名です。これ必ず書いてください。そしてペンネーム、本名を書かないでください。ペンネームは好きでいいです。 ただ、えー、とちょっと表現的にまずいなと思うペンネームなものは、えー、と対象というか外しますのであの動画として載せれるペンネームにしてくださいそして番号ですこれは、えー、今点は3つ設定しましたけど3つ全部参加する必要はないです1個で構わないからね1個で大丈夫だよもちろん2個とか3個参加してもいいんですがなかなか3つは難しいですよね受験生ってお父さん保護者の目線が違うと思うんですけど あの受験生の方、まあ、卒業生、ね、は1番2番両方参加してもいいですし片方でももちろん構わないです。で、その参加している番号とそれのメッセージ、内容ですね。それをセットにしてメールで送ってもらえたらと思っております。で、えー、締め切りなんですが、まだ先なんで設定しないです。あのー、なぜかっていうと、受験が終わる時期はその都道府県によって違うので、なのでまあちょっと時期をこう見ながら、おそらく3月の20日ぐらいが、 メドになるのかなとは思ってるんですけども、あの全然今から焦らず送らなくて大丈夫ですので、まあこういうのをやるんだなっていうのをねあの覚えてもらえたらと思います。で、えっと最後にね、なんでこの今日一月十八でしょ？なんで一月十八にこれをアップしてるのかっていうのをみんなに伝えて終わろうと思います。正直さ、いやいやいやまだ先だわっていう思うでしょ？卒業みたいな、まだ二ヶ月あるしとか受験が終わってない子なんてねしてみたら。 いやいやいや、受験終わってないのにそんなの考えらんないわ、みたいな思うと思うんですけど、これですね、理由が2つあって、まず1つ目がね、えー、と、私立の子だったりとかは、受験が終わってる子もね、ちょこちょこ出てきてます。あのコメント欄とかね、受験終わりましたとか、語学しましたとかね、ちょっと落ちちゃいましたとか、いろいろありますけど、で、この1番、2番のテーマ、後輩の子へのエールとか、その身近な人へのありがとうっていうのは、やっぱりこう、受験が終わった時とか、または卒業式が終わった後っていうのもあるんですけど、 まあ、特に一番に関してはその受験が終わった時合格報告が、ね、出た時が一番こう振り返られるというかやっぱずっと頑張ってきたす,、ね、すぐ終わった瞬間だからでもこれが時間が経ってから振り返ってしまうとやっぱりそのね感情が少し鈍くなってしまう。 なのでできればそのみんなが思ったその感じてきた新鮮な感情のままに文章にしてもらえたらなと思ったので、えっと、まあ私立の子たちに向けもねあ先に告知しちゃおうと思って今回告知させていただいてます。でもう一個の理由はあのー、特にこれは公立の子たちまだね受験をこれから戦う子たちのこう,こうなってほしいというかこう思ってほしいっていうのが意図があって今回アップしてるんですけど。 受験って、やっぱりこうナーバスになるというか、すごい神経質になるんだよね。もうなってる子たくさんいらっしゃると思うんですけど、こう、いろんなことでイライラしたりとか、どん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 ネガティブなことばっかり考えてしまう。自分が落ちたイメージとか、もう受かん、どうせ浮かんないみたいなふうにね、思ってしまうと思うんですけど、あのー、受験当日にどんなモチベーションで、その席に座って試験を受けるかって、ものすごく大切なのね。 あのネガティブになることは全然悪いことじゃないんです。俺もネガティブだったからそれは悪いと思わないんですけど「ああ失敗したらどうしよう」あ「ああどうせダメだろうなああやっぱ落ちるんだろうな」って思いながらここのどっかね思いながら試験を受けるのと「大丈夫いける私ならやれる」ってそう思って、まあ、思って思い込んででもいいよね思い込んで当日受けるのってやっぱりねパフォーマンスやっぱそのね出せる力っていうのは全然違うんだよ。 で今回そのねみんながこの頭の中が受験のことでいっぱいなのは分かってるんだけどぜひちょっと休憩がてら私がその受験が終わってね僕が受かった時にだ、えっと、後輩にどんなエールどんなアドバイスしてあげるかなーってあー受かったと私だったら誰にありがとう言いたいかなってそれをねちょっとイメージでほしいんだいいでそれは受かったらだよ受かった時にあ誰にありがとうって言いたいかなって ね、どうやってアドバイスしたいかな後輩にって思ってほしくってそれを考えることでちょっと自分の受かってるイメージいいイメージをねそう考えてもらえたらなそんなきっかけになったらなと思って今回この時期にねこの告知をさせてもらいましたあのもちろんさっきも言ったようにそんなこと考えてる場合じゃねえんだよと、ね、思われる方がいらっしゃるのももちろん分かってますそれを分かった上でちょっとね今回はアップさせてもらいました ね、ではあのまだまだ先の話なんですが、えっと、受験生の方、まあ、卒業生ねこれから卒業生と言われる方とかあとは保護者の方、えっと、本当に私のわがままでやってることなんですがもしよかったらご協力の方よろしくお願いいたしますでは締めさせていただきましょう今回は「ハイチのダラダラジオ第69回卒業記念動画について」というテーマで喋らせていただきました、えー、今回もねここまでお聴きいただいて本当にありがとうございましたで次回 何でしょう <laughs> まだ決まってないんですけどももし、まあ、よかったらね次回の方も聞いてみてください。それでは今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。